近畿財務局は大阪府大阪市中央区にある財務省の地方支部局6府県を管轄する2013年1月29日に近畿キャッツというゆるキャラを起用しあなたの地域の財務省というキャッチコピーを採用している近畿財務局局長は2016年9月人口が減少している関西地域では金融機関がオーバーバンキングであり 過度な競合はないが新たなビジネスモデル構築が必要であるという認識を表明している。大阪府庁の調査結果によると、近畿財務局は、学校法人森友学園への国有地売却の件で、枝広直美局長時代などの2013年から2015年にかけて大阪府市学大学科を警護会訪れ、設置認可の審議状況等を確認していた。 2015年に1月8日には、大阪府の担当者のいつ答申が得られるかわからないとの報告に対し、審議会の結論を出す時期など、ある程度事務局でコントロールできるのではないかと言明していた。籠護池やスノリ向けに、2014年12月17日時点で、A4 パ3ページの今後の手続きについてを作成しており、10年間の定期着地契約を結んでから、 売買契約に移行するまでに必要な申請書類や手順、後に鑑定額から約8億円値引きして売買契約を結ぶ根拠となる地下埋設物の取り扱い、財務局長宛ての要望書案を手ほどきする内容となっていた。近畿財務局は国有地内に埋まっていたゴミの除去費を大阪航空局と調整し、対象面積5190平方メートル、深さ、 区域を打つ場所が9.9メートルまでその他は3.8メートルまでゴミの混入率を47.1%ゴミの量を1万9500トンと推計8億1900万円と算定した2016年4月学校法人森友学園への国有地売却に際し不動産鑑定事務所へゴミ撤去費8億1900万円と地盤改良費 約5億円を引くことを提案したが、官邸市は低層住宅用地と判断し、地盤改良費は数千万都市土地評価額を9億5600万円と見積もっている。2017年2月24日、衆議院に予算委員会で財務省理財局長の佐川千久氏は、近畿財務局と学校法人森友学園の交渉や、 面会の記録は売買契約の締結をもって事案は終了した。記録は速やかに廃棄したと答弁。3月6日の参議院予算委員会では同じく佐川が産業廃棄物の場内処分を近畿財務局が業者に促していたという報道に関して財務局が掘り出したゴミを埋め戻すというようなことを指示するということはあり得ないと答弁した。 加えて4月3日、衆議院決算行政監視委員会で、佐川は電子データは短期間で自動的に消去されて復元できないようなシステムになっていると答弁した。4月28日衆議院財務金融委員会で、佐川は2016年3月15日の財務省における籠池夫妻との面会の際に籠池が録音したとされる音声データについて、 どういうふうに出来上がったものなのか承知していないと答弁している。その後、籠池理事長夫妻、森友学園側弁護士、近畿財務局職員、工事業者が業者も国側も確認できないゴミを混在として存在するものとし、このゴミの撤去費という名目で約8億円の値引きを行おうと相談しているものと思われる録音音源が発見される。財務省、 大田光呂財務局長は2017年11月27日の衆議院に予算委員会で宮本武志議員の質問に対しこの音声データが申請のものであることを認めたが口裏合わせについては否定した。2018年3月2日森友学園への国有地売却に関する決裁文書を財務省が書き換えた疑いがあると報じられた。麻生太郎財務省は 参院予算委員会で大阪地検の捜査に影響を与える可能性があることを理由に答えは差し控えると述べた。その後、佐川国税庁長官が3月9日に辞任を表明した。長官就任後、初めて報道陣の取材に応じるも、決裁文書の書き換え疑惑については捜査を受けている立場なので差し控えたいと繰り返した。3月10日、財務省は、 決裁文書の書き換えを認める方針を固め、3月12日に国会へ報告すると報じられた。近畿財務局が土地全体の一体開発を条件に公募し、民間企業と協力して進めていた大阪市安倍野区の国有地への老人ホーム建設計画が頓挫している。大規模開発の際に一定幅の通り抜け道路を必要とする法規制のため、 土地全体の一体開発は困難で、周辺住民も工事車両が多く通行するとの理由で建設に反対している。ありがとうございます。